さんこんにちは。今回は合格体験記をお伝えしていきます。公立高校から東大に受かった先輩に実際ね A 判定以外からねどうやって東大に受かったのかっていうのを聞いていきたいと思いますので、東大志望の人はぜひ最後までご覧ください。合格サプリからアプリが登場。頑張る高校生をモチベートします。じゃあ今回春日さんにお越しいただいてます。春日さん、まず大学学部教えてもらっていいですか？はい、東京大学農理科2類の今2年生です。うん、東大理2ですね。はい、はい、なるほど。じゃあ実際ね、春日さんどうやって受かってきたのかっていうのをちょっと聞いていきたいんですけど、じゃあまず高校からですね、どんな高校に進学したのか教えてもらえますか？はい、愛知県にある公立高校で、だいたい偏差値が70ちょいぐらいの高校です。はい、県内だと結構進学校ですか？そうですね、はい。うん、なるほど。で、どうしてその高校を選んだんですかね？自分の家から通える範囲で一番偏差値の高い高校を受験しようと思って受験しました。中学校は地元の公立中学校に通っていたので、高校では高い学力を持った人たちと切磋琢磨しながら勉強したいと思い、偏差値の高い高校を受験しました。なるほどですね。ちなみにその実際高校入ってからの立ち位置というか成績ってなんかどれぐらいだったんですか？はい、普段の定期テストでは順位は出なかったんですけど、年に一度実力テストというのがあって、その時は高校3年間通してギリギリ上位1割にいるかなぐらいの成績でした。おお、じゃあ割と高校の中でも上位を保ったってことですね。そうですね、はい。じゃあ実際なんかどういうふうに保ったかもちょっと後で聞いていきたいんですけど、どういう感じで勉強とかはしたんですか？私は得意科目っていう教科があんまりなくて、まあどの教科も平均より少し上ぐらいの成績を取っていました。苦手教科が数学で、どうしても得意にできなくて足を引っ張っていました。おお、あ、今日理系なんですけど数学ちょっと苦手だったんですね。はい、あ、そうだったんです。なるほどですね、わかりました。授業はどんな感じで取り組んでましたか？はい、高校1年生と2年生の時は真面目に授業を受けていて、受験で使わない教科もしっかり定期テスト前に勉強していました。高3の時は受験で使う科目はしっかり勉強して、受験で使わない科目や、あとは自分で先取りして勉強していた科目は授業はあんまり聞かないで板書を写すだけで内職をしたりしていました。なるほど。で、結構その受験で使うメイン科目は学校の授業でしっかりやって、はい、あとはまあ内職とかもちょっと試したりとか、あとまあノート写すだけみたいな時もあったわけですね。はい、はい、なるほど。まあ、でもまあ高1高2の時はしっかり授業を受けてたってことですもんね。はい、はい、なるほどですね。じゃあ実際受験勉強開始した時期はいつ頃ですか？はい、私は高校1年生の時から塾に通って英語と数学の先取りはしていて、高2の秋頃から塾で物理と科学の先取りを始めました。なので大体高3の春ぐらいまでには受験の科目をとりあえずは一通り勉強していた感じです。なるほどですね。結構やっぱ公立高校だとそれこそ都内の中高一貫の高校とかにもスケジュール的に遅れてくるじゃないですか。はい、だからそういうの意識して結構先取りしてたのか、どういう意識で塾で先取りとかをやってたんですか？そうですね、今おっしゃった通り、大体学校のペースに合わせていくと高校3年生の秋頃に予約終わるかなっていう感じだったので、自分でできるだけ早めに終わらせるように勉強していました。県内のトップ校だと思う、それでもやっぱり公立だとちょっと先取りしていかないといけないってことですね。そうですね、はい、なるほどですね、参考になります。じゃあ次に志望校を決定した時期聞いていきたいんですけど、いつから東大志望だったんですか？はい、高校に入学した時から東大に行けたらいいなとは考えていたんですけど、ほいほいほい、早いですね。別に他に行きたい大学があったわけでもなかったので、学校とか塾の志望校調査ではずっと東大と書いていました。へー、で、行けたらいいなという気持ちがだんだん気づいたら志望校になっていました。はい、結構東大って割と最近東大王とかテレビで見たりとかして結構目指す人とかも多いと思うんですけど、どこで東大とかなんですか？結構地元のそれこそ旧帝大とか目指す人とか多いじゃないですか。どこで東大ってなったんですか？はい、まず一つ目の理由としては、せっかく頑張って勉強して受験するなら日本の中で一番上の大学を受験したいと思って東大にしました。あとは高1の夏に東京大学の本郷のキャンパスを見学に行ったんですけど、その時にキャンパスの雰囲気を感じてここに通いたいなと思ったのがもう一つの理由です。おお、じゃあもう高1の夏にはもうキャンパス行ってみたんですね。オープンキャンパスは多分普通に行っただけですか？普通に見に行きました。あ、そうですね、はい、大学っていつも空いてますからね。はい、はい、オープンキャンパスに行ってない人でも結構見に行ったらその大学の雰囲気分かると思うんで、はい、実際じゃあ行ってみてここいいなと思いますね。はい、はい、なるほど、いいですね。じゃあ実際受験生時代の成績ですね、受験勉強本格化したのはいつぐらいからですか？先ほど言った通り塾で先取りはしていたんですけど、高2の秋頃からは朝も図書室に通ったりと勉強時間を徐々に増やしていきました。はい、いいですね、早いですね。ただ高2の秋頃に駿台模試を初めて受けたんですけど、そこでとても東大には受からないような成績を取ってしまって、このままでは受からないと思って勉強を始めました。模試でこれのままじゃやばいっていう結構
ピンチだと思ったわけですね、はい、その後じゃどんな感じですか。高3の頃も何度か東大型の模試を受けたんですけど、うん、夏の冠模試で A 判定を1回取れただけで、あとほとんどは B か C 判定でした、うん、まあ、今 A 判定が出ただけで、まあ、ほとんど B、C ってことなんですけど A 出たんですね。そうですね、1回だけ。そうですね、夏でね、はい、はい、すごい。でその夏でまあ A 判定が出たんですけど、その後ちょっと B とか C 判定がついて、ちょっと精神的には割と、はい、なんか具体的にどういうところにこの問題あったんですか。国語と英語と科学は毎回平均かそれよりちょっと上ぐらいの成績を取れていたんですが、数学と物理がすごく苦手で平均点を取れないこともあって足を引っ張っていました。お、数学苦手だって言ってましたもんね、はい、あ、じゃあ結構理系なんですけど理系科目数学物理苦手と。はい、そうでした。お、なるほど。それって結構精神的に怖いですか。そうですね、成績が良くて常に安全圏にいるっていうわけではなかったので、うん、まあ、不安は常にあって、うん、Twitter などで高得点を取っている人の投稿をたまに見ていたんですけど、うんうん、それを見るたびになんで自分は点数取れないのかなと辛くなることも結構ありました。うんうん、うわ、じゃあ SNS で生きてる判定の人とか見てちょっと辛くなったりみたいな、はい、比べちゃったりしたんですね、はい、結構受験生比べがちですもんねこれね。はい、なるほど、まあ、そういうこともあったと。じゃあ実際にね受験の結果、じゃあまず共通テストから聞いていってもいいですか。はい、共通テストの点数が759点で、お、私が受けたのが共通テスト2年目の年で全体的に難化して、知ってました、目標としては9割を取れたらいいと考えていたんですが届かない結果となってしまいました。うん、普段はどれぐらい取れたんですか。普段は9割、まあ、届くか届かないかなぐらいだったので、本番うまくいけばいいなと思っていました。うん、85% はちょっと低いなみたいな、ね、はい、そうですね、はい、きっとね、はい、受けた直後も全く点数が取れた実感がなくて、1日目の夜にあんまり良くないんですけど自己採点してしまって、はい、え、協定の1日目の夜に、そうですね、はい、受験生が一番やっちゃいけないことランキングベスト3にありますよこれ。ただ想像していたほど点数が悪かったわけではなかったので、はい、まあ、2日目も頑張れば大丈夫と諦めずに試験会場に行くことができました。おお、あ、よかったですね。じゃあこれでもし失敗したらちょっと2日目メンタルが来てますよね。あ、そうですね、はい、きっとね。わー、なるほど、よかったですね、はい、はい、そんなちょっと緊急事故をやってしまったというのもありつつ、はい、他はなんかどんな感じですか。あとは共通テストはすごい緊張した中で受けてしまって、うん、あまりいつも通りの実力が出せなかったっていうのもあって、うん、共通テストは点数をいかに落とさないかが大事だと思っていたので、うん、前日からすごい不安で勉強があんまり手につかなくて、うん、体調も良くなかったです。うん、いや、これですよね、やっぱ共通テストこの一発勝負というか、はい、結構不安になっちゃう人とか本番弱い人って結構体調きますもんね、はい、これね。そうですね、はい、はい、これは本当国立志望の人は本当気をつけてほしいというか、はい、頑張ってほしいところですね。じゃあ次に二次試験について聞いていきたいんですけども、二次試験はどうですか。はい、二次試験を受けるときは受かるか受からないかはすごい自分の中で半々だと思っていたので、うん、でもできることは全部やってきたので最後まで諦めず頑張ろうと思って臨みました。うん、じゃあ結構もう半々のところでもう瀬戸際っすね、はい、そうです、うん、実際どうでしたか。はい、ただ受けた後の感触があまり良くなくて、うん、合格発表までは絶対に落ちたなと思って生活していました。あ、もうダメだったと。はい、うわ、え、その時結構きつくないですかメンタルは。そうですね、でもなんかもう、はいはい、できたっていう実感がなさすぎて逆に吹っ切れて、はいはい、来年どこの予備校に通うかなって考えたりしていました。なるほど、じゃあもう浪人しようと、はい、滑り止めとか受けてなかった、ね、あ、一応受けてはいたんですけど、はい、もうやっぱり東大に行きたいという思いがあったので、はい、もう1年頑張ろうかなと考えていました。なるほど、じゃそれがやっぱり東大に対する思いは強かったですね、はいはい、でただ実際、まあ、今回合格体験記ですから皆さん安心してください、はい、はい、じゃあその後どうだったんでしょうか。はい、ギリギリの点数で合格することができて、うん、二次試験も私が受けた年は難化していたので、はい、合格最低点が例年より下がっていて、うん、なので点数としてはそんなに高くなかったんですけど、はい、合格することができました、うんうん、まあ、自分落ちたと思ってたけど、はい、周りも低かったからそうですね、うん、はい、ってことですよね、はい、わ、よかったですね。なるほど、まあ、でもね、実力がしっかりあったと。はい、分かりました。じゃあここまでね春日さんいろいろ聞いてきましたが、まあ、受験生に伝えたいことですね、教えていただけますか。はい、一つ目は最後まで諦めないということです。どれだけ成績が悪くても勉強を続けていけば成績が上がる可能性は大いにありますが、諦めてしまったら合格することは絶対ないので諦めずに頑張ってください、うん、試験中も一つの科目がたとえうまくいかなかったとしても諦めずに次の科目に切り替えて臨んでください。うん、ね、本当春日さんも夏の判定が A 判定だったんですけど、その後やっぱどんどんちょっと判定と落ちてたわけですもんね。そうですね、ただ諦めて最後までやっぱりしっかりやりきったと、はい、はい、やっぱりそのしっかり、ね、気持ちを切り替えて次の科目やるってことが重要ですよね、はい
はい、他にも教えてください、はい、あとはなんとなくの勉強を続けないということがとても大事です。私自身苦手科目はとりあえず勉強時間だけを増やして勉強している気になってしまっていたんですけど、うん、まあ、その勉強ではあまり身についていないということを秋の冠模試を受けて実感しました、うん、なので苦手科目は早いうちからなくせるように、自分がなぜ苦手なのかを分析して苦手をなくせるような勉強をできると良いと思います。うん、またはメリハリをつけて勉強することも大事で、例えば眠くなった時には無理に勉強を続けずに一度休憩を取ってから勉強を再開するのが良いと思います。私は一回眠くなったら自習室の机に突っ伏して10分ぐらい寝てから勉強を再開していました、うん、あとは一日勉強し続けるのではなくて適度に休憩を取りながら毎日勉強を重ねていくことが大切だと思います。うん、具体的にね、はい、ありがとうございます。というわけで今回公立高校が東大に受かった春日さんの合格体験聞いてきました。参考なことたくさんあったと思います。ぜひ受験生は何回も見直してください。東大受験で気になることがあればぜひコメントしてください。皆さんチャンネル登録と高評価も絶対お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。公務員試験予備校のキャリサポです。キャリサポでは一次試験対策はもちろん、あなたの個性に合った面接対策を実施しております。公務員試験に関心のある方、概要欄をご覧ください。